霊夢です。マリサだぜ。今回はドラクエ3のあるあるネタ5選を紹介するぜ。当チャンネルではおなじみね。今回も共感度マックスのネタを集めたぜ。じゃあ早速行くぜ。一つ目は皆棺桶送りされたであろうあるあるネタの極悪コンビだぜ。極悪コンビ？誰よそれ？これはもう文句なしにこのモンスターたちだぜ。地獄のハサミとキャットフライだな。ああ、こいつらか。鉄壁ディフェンスと呪文封じでなすすべなしってことね。そういうことだぜ。まず地獄のハサミについて解説すると、こいつは主にイシスという砂漠地域に生息する魔物で、この見た目の通り守備力110という硬さが自慢だ。そうそう、めっちゃ硬いのよねこいつ。そして最大の特徴はなんといってもスクルトという守備力上昇呪文の使い手ということ。さらに敵が使用するスクルトの使用は元の値を基準に 100% 上昇させるというぶっ壊れ使用だ。地獄のハサミの守備力は110上がったというシステムメッセージは強烈だったわ。参考までに、地獄のハサミが生息する地域の他の魔物たちの守備力は30から40なので、他の魔物に比べ3倍近くの守備力でディフェンスに定評があり、それがスクルトによってより強化されるぜ。ただでさえ全然攻撃通らないのに、スクルトを重ねかけされたら手がつけられないわよね。ただ、こいつにも大きな弱点があり、それは呪文の耐性が低いということだ。ギラや弱はほぼ効く上にヘドやバギは必ずダメージを与えられるので、呪文で攻めれば苦戦することなく倒せるんだぜ。魔法使いのヘドが最高に輝いていたわ。その呪文が苦手というのをカバーするのが、相方のキャットフライってわけなのね。そういうことだぜ。このキャットフライの特徴はなんといっても、呪文封じの呪文魔法トーンを使うということだ。しかも素早さも高く先制されてしまうことも少なくない。この2匹が揃った時の極悪さはかなりえげつないものとなっているぜ。先制でキャットフライの魔法トーンを食らい、呪文が封じられた状態で戦いを強いられ、地獄のハサミのスクルトで防御力をゴリゴリ上げられて、与えられるダメージは1カレー。この極悪戦法のせいで私は何度も全滅したわよ。地獄のハサミは防御力が鉄壁なだけでなく攻撃力もそこそこある上、キャットフライは地味に痛恨の一撃の使い手なので、悠長に事を構えているとあっさり全滅させられてしまうぜ。スクルトで地味にキャットフライの守備力が上がるのもいやらしかったわね。ドラクエ3をやった人なら一度は味わった極悪コンビプレイなんじゃないかな。というわけで一つ目、極悪コンビの紹介だったぜ。二つ目は設計ミスと誰もが思うあるあるネタ。カザーブ東の七についての紹介だぜ。え、さっきの極悪コンビも大概だったけど？今回紹介するのは先ほどのとは次元が違うぜ。何せまともにやり合えば1から2ターンで全滅しかねないレベルだからな。は？ボス相手でもそこまではなかなかないわよ。しかもカザーブ東にそんな強敵だらけの巣窟なんてあったかしら？なんだ霊夢？忘れてしまったか？カザーブ東のこの辺りで規格外の強敵が出現することを。ああ、言われてみればそういやあったわ。出現する魔物のレベルが高すぎるのよね。カザーブとは冒険序盤のボス、カンダタとの戦い前に訪れる村で、その頃のパーティーレベルは10前後だが、ここに出現する魔物はサマンを殺菌で出るようなクラスの魔物が出てくるぜ。より具体的に言うとレベル25前後で到達する地域の敵ってことだな。そんなに差があったのね、そりゃ勝てるわけないわ。出てくる魔物は、爆弾岩、グリズリー、魔法オババ、デスストーカー、極楽鳥、というラインナップでレベル10のパーティーにとっては強敵だらけだな。こいつらは本来、竜の女王の城付近にいるんだが、マップ配置の都合上出てきてしまうぜ。魔法オババのベギラマとグリズリーの剛腕はヤバすぎたわ。レベル10前後で戦士や勇者の HP は70程度、魔法職の HP は50程度なんだが、魔法オババの使うベギラマの火力は約35もあり、一発食らえば半回、二連打されたら全滅コースだぜ。ベギラマ使いは強敵説、あると思います。また、グリズリーは高い攻撃力と痛恨の一撃を持つモンスターで、この頃の防御力では魔法職ならワンパン、物理職でも瀕死で痛恨なら即死という感じだ。こいつらどう考えてもカンダタより強いわよね。ただ、唯一爆弾岩には正気があるので、危険を承知で爆弾岩狩りを狙うのも可能だぜ。爆弾岩は自爆呪文であるメガンテ以外の攻撃手段ないし、HP 減ってなかったら使わないものね。あと、極楽鳥は即逃げてしまうのであまり気にしなくていいぜ。もう一つドラクエ3の七を紹介しておこう。それがここ、ノアにいる西の洞窟の下あたりだぜ。こっちもあったわね。こっちは確か登場するモンスターが少し違うわよね。ああそうだぜ。こちらも、地獄の鎧や魔女などエジンベアのあたりで本来遭遇する敵が登場し、やはりレベルが違いすぎるのでまともにやれば全滅は免れないぜ。ただ今回紹介したこれらの場所は普通にやってれば歩くことのない場所だから、気づかずクリアした人も多いと思うな。私も自力では気づけなくってだいぶ後になってから知ったわ。偶然発見した人は当初かなり驚いたろうぜ。というわけで二つ目七の紹介だったぜ。三つ目は皆がメガンテに感じた感想のあるあるネタ。自爆呪文カッコ笑いについての紹介だぜ。何よカッコ笑いって。まあその前に軽くメガンテについて解説すると、メガンテは自分の命と引き換えに敵を道連れにする自爆呪文で、爆弾岩が使うことで有名な呪文だな。爆弾岩の代名詞よね。
そんでさっきのカッコ笑いが気になるんだけど、どういうことなの？なあ霊夢、敵が使うメガンテについてどう思う？え、そりゃあ、すごく、怖いです。そうだよな、私も同感だぜ。なら余計にカッコ笑いが意味不明よ。じゃあそんな強い呪文メガンテを、霊夢は使っていたか？え、あ、いや、その、使ってないわ。なぜだぜ、そんな恐ろしい呪文なら味方が使えば心強いはずだろ。いや、味方が使っても、すごく、弱いです。ん？あ、察し、カッコ笑いの意味が分かってもらえたようだな。つまりメガンテはインパクトの割に使いどころが難しい呪文ってことだ。いや、もっとストレートに言おう。使えない呪文ってことだぜ。本当に言葉選んでないわね。そもそもメガンテは自爆するというリスクに見合ったリターンがなさすぎだ。それな、メガンテの最大のデメリットである使用者が死亡状態になるというもの。これは考えずともわかる大きな痛手だ。そして、それによって得られる恩恵は相手を即死させるというものだが、この効果は敵によっては効果がないことも多く、その場合はただの無駄打ちで終わってしまうぜ。無傷の敵と一つの缶桶だけが残るのよね。当然ボスには効かないしな。そして最も辛いのは、メガンテで倒した敵の経験値もゴールドも手に入らないということだ。せめて報酬くらいくれてもいいじゃない。端的にまとめるとこういうことだな。使いどころがわからない呪文。それがメガンテだ。悲しすぎる。というわけで三つ目。自爆呪文カッコ笑いの紹介だったぜ。お次はあまりの信じがたい光景に誰もが目を疑ったあるあるネタの紹介だぜ。目を疑った？一体何よ？ドラクエ3で最も信じがたい光景と言ったら、オルテガの姿だぜ。出たー、これファミコン版のオルテガのグラフィックよね。そうだぜ、オルテガはドラクエ3の主人公である勇者の父親で、ラスボス直前で勇者の前で生き返るイベントで有名だぜ。スーファミ版であればイケメンに描かれているが、初代の姿はなんとパンツ一丁に覆面マスクという、歩く公然猥褻罪スタイルだぜ。これを初めて見た時は確かに衝撃だったわ。なぜこんな露出狂姿になったのかを、真面目に考察したこちらの動画もおすすめなので、興味のある方は概要欄から見てほしいぜ。真面目に不真面目ってやつね。まあぶっちゃけこのお題はオルテガの姿やばいよねわらわらわら。で完結してしまう内容なので掘り下げることもあまりないんだが、一応このファミコン版オルテガにまつわる小ネタを紹介しておくと、オルテガは作中でキングヒドラという魔物と戦いを繰り広げているんだが、この魔物に勝つ可能性は理論上あるものの、天文学的数値の確率しかなく実質勝てない相手と言い切ってもいい相手だ。そんなに絶望的だったのね。ところが、奇跡的に勝利した時専用のセリフが実は用意されていたりするんだぜ。え、そうなの？それは知らなかったわ。まずは想定通りキングヒドラに敗れた場合のセリフがこちら。私はもうダメだ、そこの旅の人よ、どうか伝えてほしい。続いて奇跡的にキングヒドラに勝利した場合のセリフ。勝つには勝ったがどうやら最後の力を使い果たしたらしい。私はもうダメだ、そこの旅の人よ、どうか伝えてほしい。え？セリフが追加されるのね。こんな設定まで用意しているあたりドラクエ3制作スタッフの愛を感じたわ。仮に奇跡的にキングヒドラに勝ってもストーリー的に生き耐える必要があるので、残念ながらオルテガとの夢の共闘、とはいかないが、作り込みを感じられる粋な演出だと個人的には思ったな。ちなみに、勝つ可能性は天文学的数値の確率、と先ほど言ったが、ゲームの乱数上オルテガが勝つ戦闘パターンは存在しないらしく、実際のところ勝つ可能性はゼロである、ということを最後に添えて次のお題に移らせていただくぜ。セリフを用意した意味とは、うごごごご。というわけで四つ目、倒産、の紹介だったぜ。最後はドラクエ3史上最低最悪の期待外れイベントだぜ。最低最悪？いや、わかっちゃったわ私。間違いなくあれだわ。本当に最低最悪よね。よくもやってくれたなドラクエ3制作スタッフさんよ。と、このイベントを見たユーザーたちの怒りの声が世に溢れ返ってたわよ。じゃあ霊夢、そのイベントの名前を4文字で教えてくれ。いいわよ。ドラクエ3最低最悪の期待外れイベント、それは、パフパフイベントのことよー。魂の叫び。ちなみにパフパフイベントとは、アッサラームの夜の街に一人で立っている若い娘にパフパフしましょ、と誘われて、そのパフパフという想像をかきたてる甘美な響きの魅力に心を奪われ、期待と妄想を膨らませながら己の欲望のままにその娘についていき、部屋の中で明かりを消されてパフパフが始まり興奮度はマックス。しかし終わってみれば、パフパフとはさっきの娘の父親による誰得中年親父肩もみだったことが判明し、膨らんでいた妄想のバブルが弾けて高まっていた感情が大暴落するという、誰もが味わったであろうイベントのことだぜ。あの感情の高ぶりを返してほしいわ。まあさっき霊夢が言ったように日本全土が震撼したかはさておき、実はこのパフパフ親子には秘密があったことは霊夢知っていたか？秘密？ユーザーの夢を打ち砕いた以外になんかあるの？めっちゃ根に持ってるな。
これはドラクエ3の書籍知られざる伝説で語られていた内容なんだが、あのパフパフ親子、実は親父の方が酒とギャンブルに溺れてしまっていて、そんな父親を支えるため娘が客引きをやっている、ということらしいんだ。え、めっちゃいい子じゃない。プレイヤーをが枕かすようなことしてとんでもない娘だと思っていたけど、あの子はあの子で苦労していたのね。でも、なんで父親はダメ人間になったのかしら？それについても語られていたので紹介するぜ。父親は堕落こそしてしまったがその腕は確かで、その技量を認められて各国の王たちにマッサージをしたこともあるくらいだそうだ。それはすごいわね。ある日ロマリア王のマッサージを行った父親はモンスター格闘場へ立ち寄った。そこでダイオウイカ VS トロル VS スライム、というスライムに勝ち目がない対戦があり、父親はやけくそで超大穴のスライムにかけたんだそうだ。いや絶対無理じゃん。すると、奇跡的にスライムが勝利、父親はすっかり大穴狙いに味を占めてしまった。ビギナーズラックってやつかしら、ギャンブルの恐ろしいところね。それからというもの、大穴のスライムにかけては負けるを繰り返すうちに、すっかりモンスター格闘場にのめり込んでしまったそうだぜ。そうして気づけば酒とギャンブルに依存した今の状態だったということのようだな。こんな話があったなんて知らなかったわよ。ダメ親父を支える献身的な娘と思うとさっきの怒りも収まってきたわね。というわけで5つ目、最低最悪の期待外れイベントの紹介だったぜ。動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。